おはようございます。マサ46494です。今回は星のドラゴンクエストのイベントの祝行神の聖堂の、まあ、どこでもいいんですが、推奨レベル60のところやっていきたいと思います。まあ、やっと50超えてきたので、まあ、いけるかな？どうだろうっていう感じで、ちょっと興味半分でいこうかなと思っております。まあ、こっちとね、結構強い方がいいなーっていうのがあって、ちょっと助っ人の力を多少なりといただけると嬉しいなーと。なかなか高い人ですね。魔法戦士が来てる。魔法戦士推し？なかなか来ない。船乗りって感じだね、本当に。アクア。アクアで行くか。しかもマサだし、名前。いろんな意味で運命共同体的なやつ。ちょっと頼むの一応持っていくか。あ、行きましょう。結構スタミナ削られるんで。全然聞いてないけど、まあ、なんとか耐えてって、この回復スタイル、やば、そうでもない。巻き上げなんすよ。何も起こらなかった。耐久 A も赤に来たら、あ、そうか、やばい、やばい、よし、勝ちもうしたよ。あ、ちまった。ちまって。
じゃあ行こうぜ。これ勝っただろ、勝っただろ。あ、ちょっと待って、俺もう赤いってると思ってた。いや、これちょっと、ちょっと残るだろ。やば、ちょっと出すタイミング間違えた。ここまで来て出すタイミング間違えた。よし、ノーコン。あ、なんだかんだいけるな。でも賢者パーティーじゃないと開口いつかねえ。なんだかんだいった、よかった、よかった、よかった。危ねえ危ねえ。60はいけるらしい。楽しみ、一度もしないでクリアのやつだけど。はい、ということで、星のドラゴンクエストの、スーパースター、まあ、ていうか、聖堂か。職業神の聖堂の、推奨レベル60杯、パート1でした。よろしかったら、チャンネル登録と、グッドボタンをお願いいたします。じゃあね。